どうもこんにちは、黒ネタです。箱庭カンパニーワークス続きをやっていきたいと思います。さあ、前回トミーの家を増築いたしまして、クエストを達成することができました。いやー、なんかね、家族全員が俺たちのカンパニーを応援してくれるみたいなので、いやー嬉しいことですね。で、まあ最後の方にね、なんか映像が流れまして、なんだろう、なんか壁を壊しているやつらがいたんだよね。まあおそらく自分たちの利益のためだけに動いているカンパニーだと思うんだけど、なんかね、そろそろ大きな戦闘がありそうな予感がしております。で、今回なんですけど、こちらですね。はい、また依頼が来まして、村を守るため、どうやらね、魔物に襲われてしまっていて、村の守りが弱くなっていると。で、その守りを固めるために、力を貸せというね、4行目見えますか？力を貸せと。まあ、偉そうに言いますね。まあ、どんなやつなのかわかんないですけど。なんかね、デイジープラネットっていうところにいる、ファング月狼という人から依頼をされたみたいですね。どうやら新しいところに行けるようですね。てか、今思ったんだけど、クエト報酬、死別の権利書ってやばくない？やだ、死別の権利書とか、いらないわ。まあ、とりあえずやっていきましょうか。どこに行く？あ、増えてますね。デイジープラネットの、ウッドミットだね。行きましょう。親方、島にはもう着いた？はい、着きましたよ。島の真ん中に大きな木があるでしょ？デイジープラネットは島のほとんどがこの木でできてるんだよ。この島のみんなにとって木は大地のようにかけがえのないもの。みんなを包み込むお母さんみたいな存在なんだろうね。多分依頼者さんは一族を取りまとめてる人だから、その木の近くにお家があるんじゃないかな。なるほど。うん、きっとそうだよ。そういう家を探してみたらどうかな。オッケーです。というわけで、新しいところに来ましたね。あ、すごいね、木が後ろの方まで、結構奥の方にあるのか。お、何こいつら、あれ、獣ですね。あら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 、すごい、いろんなフレンズが。クローかな。あなたはカンパニーさん、初めて見ました。あれ、カンパニーさんの出入りに厳しい制限があるので。なぜこんな時期に、ファング様からの依頼ですか？ファング様、お厄介かもしれませんが、今この、ま、ん？この村は魔物の襲撃でビリビリしています。あ、ピリピリか。あー、先立っているので気をつけてください。ほほ、で、君はサバンナ。サバンナまんまだな。襲撃が後を絶たん。村の外に出るのであれば気をつけろ。え、村の中も安心できるとは言えんぞ。カンパニーをよく思う者はおらんだろうしな。俺そんなところに今から行くの？やだ、行きたくないよ。外回り、あ、行けませんね。じゃあ普通にこの門から行きますか。大丈夫？いきなりなんかカンパニーだって言われて襲われない？こいつは？だが、お主誰だ？あ、お前か。よそ者だな。誰の許可をもらってこの村にいるんだ？ファング様なら認めてやろう。騒ぎを起こすなよ。お前、一番にお前を追い出してやる。え、おっかねえな、おい。え、なにこの、殺伐としてるね。こっちは違うよね。誰かの家だ。うわー、なんか、緑が多いね。こういうのも作れるんだな。こっから上がれる？絶対これ正規ルートじゃないよね。あ、これいけんか、さすがに。あ、そっちに飛び移る。できませんでした。なんだ。ご了承できるかと思ったけど、そういうわけじゃないのか。ま、さすがに村の中だから安心できないっつってたけど、いきなり襲われるようなことはないでしょう。普通に行けばいいんじゃねえかな。お前かな。普通に横を、あ、横通れちゃうの？お前。
ボンバンみたいなことしてんのに横通れちゃうのかよって後ろから失礼して、お前だな、新しいカンパニーの社長は。あ、お前かい。え、お前かよ。リーダーそんなんでいいのかよ。俺の名はファング、誇り高き月狼神族、その王様を任せてもらっているすげえ笑うな。そう固くなるな。カンパニーに期待など鼻からしていない。気負わず仕事してくれ。お前、お前呼んでおいてそれはないだろう。おっと、失礼な物言いだったか。すまんすまん、嘘がつけん成分でな。ははは、そういう性格なのか。どうもカンパニーという連中は信用できんでな。なんか昔あったのかな。余裕があれば俺たちだけで対応するのだが、余裕がないのか。依頼にも書いたように、ここ最近村を襲う魔物の数が増えている。村の戦士たちだけでは応戦するのが精一杯でな。今どんな少しで、うん、いいのか。どんな少しでも人手が欲しいのだ。お前には戦士たちが使う武器の補充と村を守る砦を用意してほしい。砦？あ、砦に関するレシピ。まあ精一杯頑張ってくれ。砦かよ。急に魔物が増え始めたんだって。何か理由があるのかな。でもとりあえず今は村を守る方が先だね。そうだな。村長さんのリクエストに応えてあげよう。よし。砦？この奥なんか行けんの？あ、上がれるね。ほうほうほう。あ、こっから上がれる作りになってんのか。へえ。なんだこれ。あ、これハンモック？あ、違った。あ、これ剣だ。あ、飾っておけるんだ。へえ、なるほど。じゃあとりあえず何が作れるか見て、あ、こっから飛べねえんだ。見に戻りましょうかね。じゃあ一旦戻りますよ。はい、戻ってまいりました。さて何が作れるんだい？あ、てか依頼で何をやればいいんだ？よいしょ。あ、え？メンガリスの原木？かかり火、ウルフの毛皮。あ、毛皮はね、ちょっと持ってるけど、なんか作るもの多くない？てかメンガリスってなんだよ。あ、でね、ちょっと自分たちのカンパニー作ってみました。どうですか？結構時間かけてね、作り直しましたよ。前回の時よりは全然いいでしょう。ねえ、かっこいいでしょ。んで、砦っていうことは武器、あ、じゃねえや、インテリア。ほー、お、あ、ウルフの毛皮、あ、作れるんだ。あ、なるほど、毛皮から作れるんだね。あ、これ飾るだけで攻撃力10万上がるんだ。ちょっと後々作りたいね。さっき納品するものぐらいしか作れねえのかな。あー、あ、石壁ね。なるほど。あ、インゴットもね、これ色作れるんだけどさ、まあ、とりあえずなんかさっきね、行けるところが増えたんだよね。こっち戻ってくるときにチラッと見えたんだけど。次に行く場所を教えて。これね、はい、森だね。じゃあ行ってみましょうか。うわ、村長さんの言ってた通り、魔物うようよいるね。マジか。このままだと落ち着いて素材集めできないよ。親方、どうする？戦うしかないだろう。お、敵敵、なんだ、怯えたハウンド、怯えているのか。追いかけてきた。ん？逃げない、守る守る。ん？なんだ？ほう、ステージ開始と いきますけど、なんか敵たちの様子がおかしかったな。守るってなんだ？あ、あ、おまま敵か。え、こいつ何これ？玉ねぎ？なんかいるけど。ん？この先に何かがあるってことかい？
おっと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 、これ結構先長いんじゃね。あ、でこっち行くの、うまく上に行けない。これ結構広くない、これ何、どこまで行けばいいんだこれ。あ、戻ってきた。とりあえずあらかた倒せばいいのかな。じゃあ行きましょうか。つかいろいろ素材も集めながら行きたいところだな。これがその原木なのかな。硬っ、硬え。じゃあお前はこっち、よいしょ。これ斧の方がいいのか、よいしょ。で、違う、こういってこういって、あ、いいねいいねいいね。あ、違う、そうじゃないな、綺麗にしたいな、こうか。で、これが、あ、来た、メンガリスの原木、これなんだね。よし、で、終了。お前どうしよっか、お前ちょっとだけ前に行かせて終了。で、お前も前に行かせて OK、 エネミーターン。結構敵いないこれ。とりあえず敵を全部倒しちまえば OK なのかな。すげえいない、すげえいない、数がおかしい。あ、下にもいるのか。え、これボスがいるのかな。あ、なんかされた、なんかされた、痛い。祭り好き玉ねぎって書いてあったな。下には何がいるのこれ。あ、牛か、じゃあこいつら関係ねえんだ。あ、宝箱どうやって取んのよそこ。まあいいや、とりあえず戦闘していきましょうかね。よいしょ、は、弱いな。で、前出て、あ、まだいけ、あ、いけねえか。ここで、終了。で、お前は、壊して、これも攻撃して、あ、終わった。で、どうしようかな。お前も前に行かせて、この辺か。終了。で、お前も前行かしちゃうか。よいしょ。届かないけどね。よし、で、ここまで行って、ほっ、あ、硬っ。え、こいつ硬くね、すげえ硬い。1しか入んなかったぞ。え、そんなに強いの。あ、ガン飛ばしボス犬って書いてあるね。え、じゃあボスを倒しちゃえばいいってことなのかな。あー、吠えないでー、痛い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 。痛い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 。こいつ普通のガン飛ばし犬で、今一体だけなんかボスがいたよね。あ、こいつらは普通のガン飛ばし犬。美味しい牛ってちょっとひどいと思うけど。とりあえず、近いな。お前がなんだ？よいしょ。これを、情報。ガン飛ばし犬。ガン飛ばし犬。あ、ガン飛ばしボス犬に。ん？ボス犬。体力が倍くらいあるんだな。なるほど。まあ、倒しちゃいましょうか。あ、強い。はい。さっきの1って何だったんだろう。上向きで攻撃すると威力結構下がったりとか、そういうことなのかな。とりあえずここで終了。で、お前もうちょっとこれを攻撃して OK。 まあ多分結構必要だと思うんだよね、素材。また動画外で集めておこうと思いますけども。あ、こっからいけない、こっからいけない。あ、そこにも犬がいるのか。なるほど、硬っ。え、なんでこいつはこんな硬いの。じゃあ違う、こういって違う、そいつ違うわ。こういってこれだよね。
なんかさ、もう草の中に隠れちゃって見づらいけど、これだよね。硬え。なんでこいつはこんな硬いのよ。で、なんで俺はさっき あっさり倒せたんだ。何か武器の違いなのかな。よいしょ。硬い。こいつら関係ねえのか。エネミーターン。他にボス犬はいなさそうだな。ということはこいつらだけなのか。痛い。吠えないで。てか遠吠えでダメージ食らうって相当だよね。ティガレックスかよ。あ、やめてーやめてー。こいつらもどんどん来てるから早めに蹴りをつけちゃった方がいいと思うけどな。目的地がないんだよな。ボスを倒せばいいのか全員倒せばいいのかだと思うんだけど。あれ、ん、どこ行った、これか。あ、お前そっち行ったのか。あ、みんながいて邪魔か。あ、ちょっとここなんか密集しちゃってんな。とりあえず俺はなんか一気に体力削れるぐらい火力があるみたいだから、ほっ、よし。これあれかな、家に飾っているものによって結構変わってんのかな。あ、そうだな、一発でいけるもんな。で、あ、お前そろそろ前行こうか。よいしょ。で、終了。で、どうしようか、みんなでボスをフルボッコにする。硬っ。いや、硬い、こいつ硬い。いや、でも、みんなで殴れば怖くない。いけ。囲め囲め。囲むんだ囲むんだ。体力の続き限り、攻撃しろ。攻撃しろ。うら、うら。ふぅ、半分ぐらいまで減ったね。いいんじゃない？いや、でも俺が殴れば、結構、いいダメージ入るんじゃない？あ、なんだ？ダール？あ、違う。ダールは味方の名前だ。やばいな、どんどん他の犬が来ちゃってるね。これは長期戦になると詰むのかな。プレイヤーターン。さて、こいつだよね。俺の目の前に来たかったな。おいおい、オッケー。あ、終わりにならない。ということはこれ他のやつらもか。だとすると結構いるぜ。あ、でもここの奴ら向こうに行ったのか。なるほど。あ、でもまだこっちまで来てねえのか。ただここまで行って、終了。いないよね、周りに。じゃあ全員前に行きましょうか。よいしょ。ここ行って。あ、なんか横に素材があるな。取れねえけど。なんか渋滞してないこれ。すごい渋滞してるよこれ。横に行こうか。すげえ渋滞してるこれ。なんだこの。すげえ渋滞してる。エネミーターン。あ、でも裏の方から犬が来てるから、これ挟まれてるのか。いや、でもまあね、来たら倒しゃいいだけの話。行くぜ。でも何かを守ってるって言ったか、何かがあるのかな。おい、どきな。もう一体どこ行った。もう一体いたよね、こっち側。あれ、いない。どっか行ったか。あれ、こっちからなんか2匹ぐらい来てたような気がしたんだけど、あれ、姿が見えない。俺たちの中に混ざり込んでるってことでもない。あと、こっち側の犬だな。これ戻った方が早いか。うん、戻った方が早いな。よし。え、では、狭いな、もう。ここに行こう。よし。で、
なんか行ったり来たりしてますね。よいしょ。はい。で、まあ、ここかな。いやー、みんなの攻撃力もっと上げとかなきゃいけないか。エネミーターン。あの犬だけね。あ、え、そこにいたの？え、マジ？そこにいたんだ。見落としてたぞ。あ、下から曲がってきた。あら、美味しいウニか。え、ウニ？牛だね。え、どこにいたお前？俺完全に見落としたな。とりあえず、はい、はははは、俺の攻撃力ありすぎじゃないこれ。で、あとそこら辺にいるよね。やべ、敵を見失っちゃってたね。かん、そこにいたのか。あの下の方にいたんだな。よいしょ。んで、これ向こうが来るの待つしかないか。来てるね。あれはいいよね。牛はいいよね。とびきり猛牛ってのがいるね。多分レアな素材持ってるんだろうな。まあ、あと、ここで素材集めできるようになったらやりましょうかね。下にいんのか。下。違う、こっち。あ、でもこいつ弱い。あれ？なんか急に弱くなったな。あれかな？ボスの近くにいると能力が上がるとかそういう感じなのかな？じゃあボス倒す前にこいつらに囲まれたら結構やばかったのかもしれないのか？そういうこと？やめてー。でもあいつらの攻撃力はあんま変わってないような気がする。単純に硬くなるってことなのかな。それかなんかのデバフ効果とかが入っていたんだろうか。よいしょ、 OK。 まあ、俺の火力は相変わらずあるけども、よし。でこういって、よし、よし。で、あ、向こうの玉ねぎもなのか。なるほど。今回敵が多いな。あ、でも目の前まで来てるな。俺の技で、届かない。終わります。で、よし。あ、素材も集めなきゃいけないんだよな。まあまあ、あとでいいか、それは。よし、エネミーターン。さあ、今回の戦闘は長いですな。てか、ここの素材集めも結構大変そうだね。高低差もあるし、敵も多いし。よいしょ。これで俺の技やると、うん、巻き込まれるね。先にあいつを動かせばよかったな。まあ、いいですかね。よいしょ。ほっ。あ、こいつらも、あんまり強くないな。よいしょ。ちょっと横にずれて、はい。あれ？こいつ硬い。なんだ？攻撃する方向で変わるのか？あ、動けない。よいしょ。とりあえずみんなを前に出して、エネミーターン。あ、いた。んー、どういうことなんだろう。仲間たちの攻撃力そんなに俺低くしてない気がするんだけどな。とりあえず俺の、あ、どこにいる？ま、真横にいる。よいしょ。あ、じゃない、真横じゃない。こういった方がいいか。で、こっちを先にやっちゃおう。はい、一撃。あ、これまだいける？あ、いけるね。オッケー。よっしゃー、俺の攻撃力高え。そんな高くしたかな。え、主人公ってか、プレイヤーだから強いとかそういうこと？いや、なんかいろいろとわかんないことが増えたな。
情報を求むだね。強い強い、逃げる逃げる、どこに逃げられない、もっと奥、人いないとこ、静かなとこ。親方、お疲れ様。はい、お疲れ。ただあいつらの様子が気になるんだよな。いきなり戦いになってちょっとハラハラしたけど、なんとかなったね。親方強い、ぐんぐん成長してるよ。そうだろ。ところでさ、さっきの魔物ちょっと気になるね。そうなんだよね。なんか人を怯えてるというか、もしかするとあのウルフたちがなんか悪いことしてんじゃねえかな。なんか怯えてたというか、そう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 、住処を追われた小動物みたいな感じだったよ。魔物にも何か事情があるのかな。はい、戻ってまいりました。いやー、思っていた以上に戦闘が長引いたね。あんなに敵がいるとは思ってなかったよ。まず素材集めの方はまた、動画外でいろいろと集めて、次回その必要なものを作っていこうかなと思っておりますが、なんかね、その前に見たものっていうか、壁を壊していたカンパニー、そして怯えていた魔物たちで、魔物に襲われて困っているというウルフたち、なんかいろいろありそうだよね。まあ、気になるとこなんですけども、次回ですね。今回ここまでになります。というわけで次回もぜひ見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました。